ピンクフロイド・ザ・オールは、1982年のイギリス・アメリカ合作映画、ボブ・ゲルドフ主演、ロジャー・ウォーターズ脚本、アラン・パーカー監督。教室のシーンで、子供たちが着用するマスクの一つ。ピンクフロイド・ゼア・モータル・リメインズ・展にて、展示1979年に発売され大ヒットを記録したピンクフロイドのコンセプトアルバム、ザ・オールを、 アルバムのストーリーそのままに映画化した作品。ほとんどセリフもなく、アルバムの曲が流れていきながら映画は進行していく。台本も三十数ページしかなく、アラン・パーカーによる音楽に語らせろという言葉が内容を象徴している。ただ、あまりに難解で、シリアスな内容のためアルバムのヒットほどは商業的に成功せず、ロジャーもこの映画にはユーモアが当たりなかったと後に語っている。 ミュージシャンでありながら、主演のボブ・ゲルドフも聞き迫る演技を見せている。奇才アラン・パーカーの手腕も遺憾なく発揮されており、小さな恋のメロディの脚本を執筆した人物とは思えないカルトぶりである。また、ジェラルド・スカーフによるアニメーションも効果的な演出となっている。映画公開後にはビデオでも発売され、2000年12月27日には DVD も発売されている。 ザ・ウォールからシングルカットされたアナザー・ブリック・イン・ザ・ウォールのビデオクリップとして本作の一シーンが MTV などで放映されている。主人公、ピンクの幼少からロックスターとしての成功、葛藤までを描いたロジャー・ウォーターズの自助伝のような映画。また、この主人公にはかつてのメンバー、シュド・バレットの姿も重ねられている。父親を 第二次世界大戦で失ったピンクは母親の過保護な愛情の中で育っていく。抑圧的な学校教育も彼の人間形成に大きな影響を与えた。やがてロックミュージシャンとして成功し結婚もして順調な人生を歩むがロックスターとしてのプレッシャーからドラッグの過剰摂取に陥り精神的に後輩していく。また妻の不倫が発覚しピンクは 完全に周囲との壁を築いてしまう。そしてピンクは自分自身を先導政治家だと思い込み全体主義やファシズムに救いを求める。ロックコンサートで無意味に熱狂する観客はナチ集会の姿とリンクされる。そんな時彼の心の中で裁判が開かれ壁を打ち崩すよう判決が下される。ありがとうございます。